おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワーをスタートしてまいります。昨日、朝のウォーキングラジオとしてやっていたライブなんですけど、スマホが熱を持って高温になるとスマホって途中で止まっちゃうんですね。こう、朝日を浴びて、風もなくスマホがライブをやっている、たかだか20分前後ですが、その間に熱を持って止まってしまいました。今日も変わらない天気で風がないので、今日は建物の中に入って、ライブをしていきたいというふうに思います。おうちで新聞田村さん、おはようございます。いつもありがとうございます。さて今日のテーマになりますが、この社会福祉法人とは、このテーマで少し、私の経験してきたこととか、あるいはその仕組みっていうのを説明しながら、これが今の社会にどういう影響を与えているかというのをちょっと紐解いていきたいというふうに思います。東京の都知事選ありましたよね。その後もずっと報道を見ているんですが、このマスメディアのあり方、ソーシャルメディアのあり方、あるいは既存政党のあり方、政治を変えるとか、さまざまな議論がなされていますよね。終わった後もいろいろ聞いていますが、やっぱり仕組みって変わるなということと、ある意味変えなくちゃいけないな。この社会が安定してくるまでの中で必要だった仕組みと、安定した後に求められる仕組みっていうのはやっぱり違うんじゃないかなというふうに、都知事選を見て思っています。まあそれを、まあ今日、この社会福祉とか介護というものについて、その考え方、都知事選を見ながら、福祉とか介護ってどうなんだろうというのをちょっと整理をしていこうかなというふうに思います。社会福祉法人というものですよね。皆さんご存知でしょうか？私は社会福祉法人に長いこと勤務をしていました。もともと有料老人ホームがスタートだったので、それは株式会社で行う有料老人ホームを経て、2000年の介護保険は社会福祉法人に関与して、で、そこに勤務をして、社会福祉法人の法人の責任者、本部長、及び特別養護老人ホームの施設長を経てきました。ですから、株式会社でやる介護事業と社会福祉法人でやる介護事業、その両方に携わってきて、結構違うということと、その変遷はどうだったんだろうということ。で、今日は、その社会福祉法人にフォーカスをして説明をしていきます。細かい、制度がこうだという話は、ちょっと頭の中で整理できていないので、ざっくり申し上げると、社会福祉事業を行うために、法人格が与えられたのが社会福祉法人。先に社会福祉事業が先だったじゃないかなと思うんですね。で、社会福祉事業というのは、高齢者がそこに加わってくるのはずっと後で、最初は障害子どもということですね。そして、比較的歴史は浅いと思います。江戸時代に社会福祉法とかなかったんじゃないかって、だいたい昭和に入って社会福祉事業法、社会福祉法人というものができていく。これはもともとはその行政がやる仕事なわけですね、社会福祉。で、その権限を民間に委託をするために、例えば何々県とか何々市でやると、いちいち議会にかけて選挙をして決めていかなくちゃいけないということが起きるので、その社会福祉事業を行う権利を社会福祉法人に移管をする、移譲するということが起きたわけですよね。ただ、当時は社会福祉法人を設立する人がなかなか出てこなかったので、行政が自ら社会福祉事業団を設立していくわけですね。今でもですね、社会福祉法人、社会事業団、例えば、なんとなんとか、区とかですね、目黒区だとか、例えば練馬区だとか、まあそういう形で、区が作った、市が作った社会福祉法人、社会事業団が最初にできていく。そしてぼちぼち社会福祉法人が
生まれていくということですね。ですから行政がやるべき社会福祉事業を移管するので、これ一つの権利を与えていくというような状況から始まっていくわけですよね。誰でもできるわけじゃない。例えば子どもの福祉事業、障害者の福祉事業というものを法人を持って作る上げていくときに、例えば元市長だった人とか助役だった人がリタイアメントするときに社会福祉事業をやる権利を例えば功績として与えてきたようなところが多いわけですね。それはルールじゃなくて、なんとなくそういうことが行われていくわけです。ですから権利の異常なわけですよね。ですから俗に言う何々先生と言われている行政マン、あるいはお医者さんとかですね、その地域で相当な力を持っている実績を上げた人たちに社会福祉事業を行う権利を、社会福祉法人を設立してやってくださいっていうふうに行政から移管されていくということですよね。今だと指定管理だとかいうことがあります。その一つに社会福祉協議会っていうのもあるんですね。社会福祉協議会が自ら介護施設、介護事業をあまりやってないと思うんですが、地域福祉の事業を推進するために行政が自ら社会福祉法人としての社会福祉協議会を設立をして、地域の社会福祉事業を自ら作った社会福祉協議会に業務を移管していくという、そういった時の理事長とか理事の人たちはおおむね元行政マン、例えば助役だったり市長だったり、そういった人がそのまま社会福祉法人協議会の理事長になって行政とのパイプを強くしていく、子会社みたいなもんですよね。おうちで新聞の田村さんから、とても分かりやすいですというコメントをいただきました。難しい話を簡単にいかに説明をするか。で、これなぜ今日こういう話をするかというと、多くの人が知らないんですね。興味もないのかもしれませんけど、皆さんの自分の生活にどういうような影響を与えているかどうかっていうふうに考えたときに、知らないということで後で後悔をしたり、選択間違っちゃった、あるいは職場をこんなはずじゃなかったっていうことで転職を繰り返しているというようなことも起きるので、やっぱりある程度のことは知っておく必要がある。自分の命を託すところが社会福祉法人なのか株式会社なのか NPO なのか、あるいは自分が働く場所が医療法人なのか社会福祉法人なのか、あるいは公務員になるのか、すごい違いですよね。さあ、ということで社会福祉法人はもともと行政がやるべき社会福祉事業を、社会福祉法人を設立をして移管をされていくという歴史の中で生まれてきました。で、社会福祉法人はですね、まず定款というものがあるわけですね。どこの企業も定款がありますけど、これはですね、与えられる定款なんですね。この通りやってくださいという定款なんです。最初のスタート段階は自由性はほとんどありません。あるとしたら法人名、施設名、あるいは事業名というところに自分たちがやるべきものが出てくるだけで、あとはほとんど変わらない。一字一句、この通り定価を作って、この通りやってください。で、それを変えていくんであれば理事会などを設立、理事会を持ってですね、その中に審議をして合法的にその定款に基づいて定款の変更をしてくださいというふうに、もうほとんどが簡単に変えられない。で、変えるためにも理事会をやって、それを行政に届けて承認をしてもらう、社会福祉法に基づいた適正な定款の変更かどうかっていうのを、要は吟味してもらって、誰に吟味してもらうか、行政に吟味してもらって承認をもらって、その法人の運営のルールを作っていくという、そういうことですね。判断を求めるのは所轄庁、県だったり、でこれは県がまたがると都道府県から例えば厚生労働省に変わるとか、それは今ね大きな変化があるので、所轄庁は市なのか県なのか
あるいは厚生労働省なのかというようなことも、どこの都道府県にまたがってやってるかによって違うっていうことですね。ということは許可を与えるのも、例えばもともとは都道府県単位ですけど、例えば東京都の認可を受けて、例えば埼玉県でやるときに東京都と埼玉県をまたがっていくと、主たる事業所がある場所なのか、あるいは厚生労働省なのかというふうに変わっていきます。まあ、例を挙げると、私は青森、大阪、東京、神奈川というところに特養があった法人の時には所轄庁は厚生労働省でした。そして兵庫県にいた時は、たくさんやってると言っても兵庫県内だったので、所轄庁は兵庫県というように変わるわけですよね。ですから様々な手続きを県を経由して都道府県から厚生労働省まで上げるかどうかというものは、その法人の所轄庁によって変わるということですよね。まあ、ここまで聞いてももう嫌になってくるような感じだと思いますが、ちょっと分かりやすいところに入ってきますと、その定款の中のできる事業の中に、第一種福祉事業と第二種福祉事業というふうに分かれてくるわけですね。第一種福祉事業は、特別養護老人ホームとか知的障害の方々の入所施設、要は引っ越しをしてそこに暮らすという重い事業って言いますかね、そういう事業を第一種福祉事業、これは社会福祉法人のみに認められている事業形態、要は施設種別が第一種というふうに理解してください。そしてもう一つ、第二種社会福祉事業、これはざっくり言うと介護保険の中で今認められている在宅ケアサービス、通所サービス、あるいは短期入所などですね。これは社会福祉法人が第二種福祉事業として定款に定めればできるんですけど、これお分かりのように株式会社でもできますよね。ただ第一種福祉事業、特別養護老人ホーム、あるいは精神障害入所施設は社会福祉法人にのみ認められている事業種類、事業メニューですというところに特権って言いますか、できる事業の違いが生まれてくるということになります。ですからその中でよく皆さんが高齢者介護で言っている特別養護老人ホーム、これは介護保健所は、指定介護老人福祉施設、もともと老人福祉法に定められた特別養護老人ホームが介護保険が指定をするわけですね。どういうふうに指定をしたか、老人福祉施設として指定をした、もともとの本籍は老人福祉法にあるということですね。だから指定というものが一番先につくということです。じゃあ有料老人ホームって何ですかって言った時に、有料老人ホームは第一種福祉事業ではない。ただこれはですね、老人福祉法第29条に定められていて、今少し変更になっていますが、私たちが有料老人ホームを手掛けた時には65歳以上の高齢者を10人以上集めて、サービス、食事サービスを中心とした生活支援サービスを提供するものというものが老人福祉法第29条の有料老人ホームの定義付けだったわけですよね。でこれは特養社会福祉法人だけではなくて、株式会社でもできる、医療法人でもできるというふうになっていくということです。ただ介護保険でいうと、有料老人ホームというのは法人が社会福祉法人でも医療法人でも株式会社でもできるという意味では、法人格は別です。特別養護老人ホームは社会福祉法人にしかできないということですね。でも似たようなサービスが生まれているということになります。大きな違いは入居金があるかないかですね。社会福祉法人が特別養護老人ホームを作るときはですね、その地域、行政、その時期によって、その施設の緊急性、設置の緊急性によって補助金がいくら出るかによるわけですが、まあ、今まで補助金が出てきた、優遇されてくるので建物内の多くは補助金だったわけですね。簡単に言うとですね、ユニット型特養の建設費の共用部に補助金が出る。で、個室には補助金は出ません。これが居住費、ホテルコストとして利用者さんから回収して借りた建設費を
ホテルコスト、居住費として要は月々返していくというような流れが起きるわけですよね。一方でユロロジュホームの建築費には補助金が出ないので、これは利用者さんから要は入居金、入居一時金というふうにいただいて、それをまとめて建設会社あるいは、借り入れしていればそこの償還財源に当てていくということが起きるので、建物代の負担は補助金なのか否かで、補助金もお部屋には出ない。なぜならお家に住んでる人たちのお部屋代って出ないのと一緒に、老人ホームのお部屋代も介護保険の経費として認めていないということですよね。まあ補足給付という、それを補填する仕組みがあるので、また話はややこしくなっていくので、ちょっと混乱が起きますが、で、もう一つ、社会不条理に与えられているっていうか、特権があるんですね。非課税であるということです。ただ、もちろん社会不条理の中で、収益事業をやっていく、公益事業をやっていく、というふうに、居宅介護支援事業所っていうのは、福祉事業じゃなくて、公益事業で、ちょっと法のくくりが違うわけですよね。ですから、例えば、社会不条理でも、ちゃんと定価に定めて、都道府県所轄庁がそれを認めてくれれば、収益事業をやることができるわけですけど、簡単にできないですね。例えば、株投資をやるということは、社会福祉事業じゃないので、定価変更を申請しても認められないこともあると思います。で、その収益事業は税金がかかるわけですね。所得税。あるいは消費税がかかるということになります。そして第1種、第2種福祉事業については、俗に言う民間企業が納めている所得税、法人税の対象外になっている、要は非課税なわけですね。これが社会不条理の特権です。利用する側から見れば、例えばデイサービス。ここの社会不条理のデイサービスは非課税です。社会不条理として。で、株式会社がやっているデイサービスは課税の対象です。利益が出れば法人税、所得税を払います。社会不条理は利益が出ても税金を払いませんということですね。これなぜかっていうとですね、社会不条理には利益という概念がないんですね。例えば、100円稼ぎました。で、100円を稼ぐために70円使って30円が残りました。これは単純に言うと30円は利益ですよね。なんで、その30円を使って何に使おうが、資本主義経済は自由なわけです。その30円で別な仕事をしようが、別なものを買おうが、これは自由なわけです。これが民間企業の、いわゆるビジネスのある意味自由性ですが、社会不条理が残したお金は利益と言わないんですね。言い方は会計的にはちょっと別な言い方ですけど、俗に言う繰越金なんですね。何の繰越金かじゃなくて、というか、これはね、翌年以上の、翌年以降の、介護事業、福祉事業を行うための経費として、次年度に繰り越しされる経費の繰り越しなので、利益じゃないので課税されないわけです。経費が残ってるだけ。経費が残って、翌年の事業計画に使うことを前提としているので、利益に対する課税がされないっていう、そういう解釈。これもですね、社会不条理の経理規定の中に一字一句スタート段階で変えちゃいけないっていうものを運用することが義務化されていく。それを理事会にかけて一つ一つ変更していくというような、そういうきめ細かな、ある意味自由性のないその経理のお金の運用まで求められていくということですね。まあそういうことで見ると、社会不条理は権限を与えられていますが、行政がやるべき福祉事業の権限を委譲受けて、その制限の中でやっているということになると、様々な、自由性がないというのを今、おうちで支部の田村さんが指摘されたように、非課税イコール自由性がない。まあ優遇があるけど自由性がない。まあ安定している。でも今は赤字になっているというような、そういうことになるわけですよね。まあではこれを説明するのには非常にたくさんの項目があるんですけど、じゃあ一つですね、社会不条理の理事長は誰が選ぶかです。先ほど言ったように
設立当初、権限を委譲される人たちは、地元の名士の人たちだった。で、勝手に選べない。でも今は釈上人もたくさん増えてきたので、その権限を持った人たちが、代々自分の、この家業として引き継いでいる。要は俗に言う世襲制で理事長が引き継がれてきたことが歴史としてあるわけですね。で、かつまた、理事長だとか支店長というのは、まあ、俗に言う天下りの方、元行政マンだった人が理事長に入ってくる、あるいは支店長になっていくということが今でも頻繁に起きています。ですから、一度特別養護老人ホームなどの社会福祉法人に行った時に、理事長さんって元何の方ですか、施設長は元どこから来た人ですかって聞いてみてください。その中に多くは行政マンがいらっしゃるということと、元初代の理事長の家業を引き継いできた世襲制を引き継いでいる方たちが圧倒的に多いということです。まあ民間企業もそういう傾向はあるとしても、そこまでは顕著じゃないと思うんですね。これが我々が担ってきた社会福祉事業、それが介護保険になって、公的介護保険なので 50% は税金で賄われているので、その行政的な介入が強い中に、社会福祉という大きな、この過去の行政がやるべきものの権限を移管されてきた人たち、まさしくこれは社会保障の一環に株式会社が民間ビジネスとして参入してきた人たちがいる。それが同じ土俵で半分は動いているけど、結構扱いが違いますよということです。さあ、それを自分が利用するところ、あるいは働くところとして選んだときに、さあ、選べますか？まず法人格を選んでください。で、法人格を選んだら、その中の良し悪しを見極めてください。というようなことになるわけですよね。これは日本の長い歴史の中で今たどり着いている。ただ障害というものが社会保障として行政の仕事として扱われてきたことと、こう年を重ねるということは障害というふうな受け止め方じゃなくて、普通に生きて多くの人がたどり着く境地の中に、その社会保障というところの捉え方がまだまだ道半ば、変化はしますよという中は、そこの価値観とか制度設計が違うということをしっかり理解していきながらですね、我々は選んでいかなくちゃいけない。で、介護保険は選ぶことが与えられるサービスじゃなくて、自ら選ぶということが尊重されたわけですね。その選び方は保険として選ぶということを日本は決めたわけです。自由に選べるわけじゃない。というところも、また次の変化の源になっているということ。ですから、社会福祉法人の歴史、社会保障の歴史を紐解いていきながら、さあ、自分が働く場所、あるいは年を取って、自分が命を預ける場所、自分の親を、の人生を支えてもらえるところを、さあ、選んでください。そこは誰が経営していますか、どういう歴史的な背景がありますか、それを理解した上で自分の人生をそこに託しますか。今のままで続いていく社会なのかどうか、自ら選ぶためには知識、あるいは歴史を紐解く、そして未来を見据えて自分の未来に適したサービス、あるいはサポートしてくれる人と仲間になるということが必要な社会だと私は思って、今日のテーマを取り上げました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお聞きいただければと思います。おうちで新聞の田村さんからコメントいただきました。今日も神回ですね。利休さん、ありがとうございます。こういうことってなかなかわからないですよね。そういう情報を提供してまいります。今日も良い一日をお過ごしください。